経典愛人とは天を敬い人を愛すること。経典は天を恐れ敬うこと。道は天地自然のものにして、人はこれを行うものなれば、天を敬するを目的とす。天は我も同一に愛したもをゆえ、我を愛する心をもって人を愛するなり、道というのはこの天地の自ずからなるものであり、人はこれに則っ,って行うべきものであるから何よりも、まず、 天を敬うことを目的とすべきである。天は、他人も自分も平等に愛した、もうから、自分を愛する心を持って人を愛することが、寛容である。この言葉は、西郷隆盛の、南州大井君の中に登場して、西郷隆盛の言葉として知られている。ただし、これは西郷が言い出した言葉ではなく、他の人の言葉を借りてきたものである。 では、誰の言葉からかということになると、彼がよく影響を受けたとされる、広瀬丹僧には、経典はあるものの、愛人がない。経典と愛人等一体に結んで、経典愛人として、早速不利に説くことはなく、依然として、経典に止まっていた。経典愛人の号を、日本で最初に提唱したのは、中村義隆である。それは、 吉高の学んだ中国や日本の儒学在来の経典思想が新しくキリスト教の愛心の思想に接触してこれを摂取し深く感化されて経典愛人へと結実したものと考えられる。西郷はそれを自らの遺訓に取り込んだものと考えられる。西郷隆盛が記号した経典愛人、経典愛人と記号した西郷隆盛作の書が現存しており 鹿児島県鹿児島市上流美町の西郷南州、検証館に所蔵されている。西郷南州検証館に所蔵されている書は、司法学者の道場に掲げられていたものであり、第二次世界大戦終戦後に南州神社の所有となったが、鹿児島市立美術館に所蔵された。1967年3月31日に、鹿児島県指定有形文化財に指定された。 ありがとうございます。